マグナとは、かつてホンダ技研工業が発売販売していたクルーザータイプのオートバイである。1980年代から2000年代にかけてシリーズ車種として排気量別に開発、生産されていた。また、単純表記でホンダマグナとされた際には、750cc クラスの3代目、モデルにあたるマグナのみを指す場合がある。 VF750 マグナマグナシリーズ最初の車種となる VF750 マグナは1982年4月に VF750 セーバーの兄弟車種として登場。世界初となる水冷 V 型4気筒 750cc エンジンをチョッパースタイルのボディに搭載。最高出力は 72PS を発揮。また二輪初採用となる油圧式クラッチや ブレーキング時の姿勢変化を抑えるトラック機構を装備していたスパーマグナ V45 マグナから大輸出モデルシリーズ2代目となる V45 マグナは1987年4月に登場 1660mm のロングホイールベースに 695mm の低シート高ーのローロングフォルムと斜め上を向いている4本出しのマフラーが特徴最高出力は プラス上限数値である 77PS を確保しつつ、中低速域の扱いやすさに重点を置いた、セッティングとなっていた。VF750C マグナマグナ、輸出モデルシリーズ3代目となる、マグナは、輸出変容モデルとして生産されていた、VF750C の日本国内向けとして、1993年6月に、登場。エンジンは、VFR 系のものをベースに、 カムシャフトの駆動方式をギアからローラーチェーンに変更し、空冷エンジン風の冷却フィンを追加装備して搭載。最高出力は 2PS 落とされて 75PS となった。1994年7月にはビキニカウルを装備した派生車種マグナ RS も登場した。マグナシリーズの 250cc 版である V ツインマグナは1993年の 第30回東京モーターショーにて発表され、翌年より販売が開始された。当時はアメリカンバイクが人気の時代であり、上級モデルであるスティード400よりも手頃なことから、V、ツインマグナは 250cc クラスでも売り上げナンバー1を記録していた。ホンダの 250cc クラスのラインナップでは、レベルがすでに発売されていたが、人気は圧倒的に V、 ツインマグナであった。2007年9月の自動車排出ガス規制強化をもって生産終了が公表された。I 型1994年6月25日に発売された。ホンダ伝統の VT シリーズなどに用いられた。水冷4ストローク DOHC4 バルブ90度 V 型2気筒のエンジン MC15E 型を採用。トルク特性を中低速領域に変更し、 エンジンフィーリングに鼓動感を持たせつつ最高出力27馬力を発生させた。シリンダーヘッドとシリンダーブロックの側面には水冷エンジンながら空冷フィン風のモールドが施されている。マフラーはショートタイプのメガホンマフラーを車体右側に2連装で装備し、液ーストパイプは車体下部で接続されており、トルク特性に貢献している。 250cc クラスながら車格は 400cc モデルに引けを取らないほどの大柄なボディであった。V2MAGUNA S1996 年6月15日に発売された。通常モデルの I 型マグナをベースとしているため、基本性能は変わらないが、ハザードランプスイッチがこのモデルのみ装備されている。大きな変更としては、後輪のみティッシュホイールだった通常モデルに対して前輪にも、 フィッシュホイールを採用。リアサスペンションには、リジットサス風のフルカバー付きショックアブソーバーが採用された。通型1999年3月24日に発売された。基本性能は、I 型とさほど変わらないが、従来通りのツインメガホンタイプの外観ながら、マフラー内部が新設計され、環境性能の向上がなされている。外観もマイナーチェンジされ、 シートがスリムな新形状になり、ステップが I 型に比べ 40mm 前方に移動された。3型2004年11月30日に発売された。基本性能は2型同様。外観もほぼ変わっていないが、燃料タンクには新デザインのロゴマークとスピリット・オブ・ザ・フェニックスの立体エンブレムを採用。東南抑止に 効果的な強化ハンドルロック機構や強化キーシリンダー、イグニション配線の直結指導防止回路を採用するとともに、別売のイモビアラームキットが取り付け可能なプレワイヤリングを新たに装備した。最終モデル2006年11月24日に発売された。ベースは3型であり、性能や装備は基本的に同様となる。このモデルのみの特徴としては、 メッキ仕上げのクランクケースカバーを黒塗装仕上げに変更、エンジン本体や前後ホイールハブなども黒色で統一し、より精悍な引き締まったイメージとなっている。さらに燃料タンクの上部には、ホンダがアメリカンカスタムバイクの象徴としているスピリット・オブ・ザ・フェニックスの不死鳥をデザインイメージしたタンクマークを施されている。色はグラファイトブラックの一種のみラインナップされた。 マグナシリーズのまて、マグナ50は1995年4月24日に発売された。キャッチコピーは、野生がある、プライドがある、など。社名に含まれる排気量数は50ではなく、あえてマグナ50と読ませる独特なネーミングとなっている。搭載されるエンジンは、株系列の空冷50シーサー 1C 単気筒、変速機は常時広報式4速リターン。 最高出力はスーパーカブやジャズよりも低い 3.9PS にセッティングされていた。指導方式はセルスターターのみとなっている。原付一種ながら当時販売されていた原付アメリカン、ジャズとは一線を隠した迫力あるスタイルと細部の本格的な作り込みがなされている。なおフロントホイール周りは CBX125 回と同型のものが流用されており、 ホンダ伝統のブーメラン型コムスターホイールが用いられた最後の車種となった。また当時はアメリカンバイクブームでもあり、前年にデビューした兄貴分の250の人気の影響から50も若者から中高年にまで人気を博した。ジャズが生産終了となった後は、同社は唯一ラインアップされている原付アメリカンモデルとなっていたが、2007年9月の排ガス規制をもって、 生産終了が公表された。車体色には、ブーンシルバーメタリック、クラシカルホワイト、パールヘロンブルー、グラファイトブラックなどが設定されていた。AB プレスインフォメーション1994年6月3日、バイクブロスホンダ V ツインマグナのスペック、プレスインフォメーション1996年5月22日、プレスインフォメーション1999年3月23日、 プレスインフォメーション2004年11月29日、AB プレスインフォメーションスティード1998.2、プレスインフォメーション2006年11月22日、AB プレスインフォメーション1995年4月20日、ゴービケ、バイクカタログマイナスマグナ50のカタログ。ありがとうございます。